はい、皆さんこんにちは。インターネットが規制されたり、これ閲覧できなくなった場合に VPN というサービスを使うとこれが見れるようになるんですけど、今回はオープンソースの VPN サービス、これを試してみたいと思います。はい、こちらのサイトなんですけど、サイフォン YouTube の概要欄に URL 貼っておきます。こちらにアクセスして、ちょっと日本語に翻訳してみますか。はいはい。で、今ここにサイフォンを入手するとありますから、こちらをクリックします。はい。で、様々な OS に対応していて、Android、iOS ですね、Mac、それから、はい、Windows もあります。で、今回は Windows をインストールしてみたいと思います。で、こちらをクリックします。はい。じゃあ、サイフォン for Windows をダウンロードします。はい。で、保存して、はい。で、ファイルサイズは 6.8 メガです。はい。はい。ダウンロードできました。で、このダウンロードしたファイルを、この siphon3.exe ですね。これをクリックすると、もうこれで VPN に繋がってしまいます。はい。はい。はい、現在 IP アドレスが 172.104.116.144 ということで、今東京以外に自分いるんですけど、はい、これどこの IP か、住所を調べてみますね。ちなみに、これですね、これどこからアクセスしていることになっているかっていうと、IP、ちょっと国籍確認で調べてみますか。はい。じゃあちょっとここで、はい、ここね。IP アドレス住所検索で、で、検索とすると、今この IP は、お、東京の新宿区、西新宿2丁目11から繋いでるということなんですね。これすごいですね。まあ、ただし、これ仮想プライベートネットワークなんで、速度はめっちゃ遅いんですよ。多分これネットスピード。ちょっと調べてみますね、ネット。ネットスピード。はい。で、ちょっと調べてみますね。そうすると、まず下りがね、はい、下りが、はい、アップロードが 13Mbps で、下りはめちゃめちゃ遅いんですけど、上りはまあそこそこいけるという感じですね。はい。で、今このブラウザーの後ろで、この VPN がこれがね、走ってるんですけど、これをオフにしてあげると、これ VPF のを解除することができます。で、これでちょっと測ってみますね。今 VPN を通さなかった場合。速度は、はい、下りが200メガ。で、上りが77メガということです。じゃあちょっとこれもう一回、これ VPN つないでみますか。これで、はい。こちらですね。これで、VPN につないであげると、これで極端に遅くなるということですね。で、今、無料プランでやってるんですけど、一応、有料プランもあって、ここかな?ここをクリックして、はい、ここですね。はい、で、有料版だと、1時間100パイキャッシュという、そういう単位なんですね。ちなみに、1000パイキャッシュで1ドルだそうです。で、115円ぐらい。だから、1日使って800パイキャッシュなんで、だいたい1日使って100円ぐらいですかね。1時間だと12円ですか?はい、これで使えると。で、もし海外でスピードを出して使いたい場合には、まあ、有料版もカードを登録して、パイキャッシュを買うといいんではないでしょうか。はい、今回はセキュリティが厳しいところでも、まあ、どのサイトも閲覧できる。パイキャッシュというオープンソースの VPN の紹介でした。それではまた。じゃあの。